予算はゲロを普通に素手で受け止められるみたいな方法を目にしました。私は過去にノロウイルスにかかったトラウマで、嘔吐恐怖症は患っています。嘔吐しそうになったり、気持ち悪くなるとパニック発作が出てしまうため、外食もできません。どうしたらゲロを克服できるでしょうか。これはね、人のゲロとか平気で触れるんですよ。っていうのも、その別に気持ちいいことじゃないけど、俺がゲロを触った経緯っていうのは、女の子がゲロ吐いて、で、それも別にそのさ、ノロウイルスとか、その病気で吐いてるゲロだったらちょっと触れんけど、飲みすぎ食べすぎで吐いてたゲロだから、その食べ物がいっぱい入ったこう、なんていうの、サラサラのじゃなくて、こう、ドチャッとしたゲロを吐いて気絶してる女の子がいて、で、そのゲロを、俺が手ですくって、こうみんなにうえーみたいなして、ちょっとやめろよみたいな、そういう悪ふざけでやってたんですけど、まあなんか、そのゲロをね、人にこうつけられるのは嫌だけど、自分で触りに行く分には、もう自分で触るぞって思って触ってるから触れるし、で、まあ手洗いは済むから、そんなのね、洋服につくのは嫌だけど、手についたものっていうのはその後きれいに洗えばきれいになるから、なんか平気なんですよね、俺、そういうのね。まあ、居酒屋とかカラオケ屋で働いてて、そういうのを散々掃除させられたっていうのもあって余計そうなのかもしれないけど、これは結構汚いもの平気で触れるんですよね。でも、俺は割と潔癖までいかないけど、割と手とか洗ったりする方ですけどね。なんか、毎日風呂にも入るし、汚いの嫌な、不潔なやつとか嫌なんですけど、ただその面白い受け狙いのためにそういうものを触ったりするのは結構平気ですね。ただそのなんていうの、プライベートで俺が一人だったら絶対触らないけどね、そんなもんね。うん。ただみんなをこう驚かしたり、みんなに嫌がらせするためにゲロを触ったりとかは別に全然できる。ゲロを克服できますか。まあ、ゲロを吐いてもいいでしょっていうふうに。あ、でもノロウイルスにかかったトラウマか。まあ、それはね、メンタル的なことなんでね、メンタル的な、カウンセリングを受けてください。